ヒーローインタビューはその、ね、追加点のホームランを弘前にお集まりのホークスファンの皆さん、そしてテレビラジオの前のホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。4回貴重な追加点となるソロホームラン、西田哲郎選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。移籍後初ホームランです。どんなお気持ちですか？本当に自分は、楽天イーグルスで8年間、お世話になった球団なので、なお、東北も本当にゆかりのある、土地なので、何としても今日スタメンやったんで、恩返しという気持ちも込めて、活躍したいなという気持ちでした。今お話もありましたが、西田選手にとってはこのカード、古巣との対戦ということになります。どんな思いでゲームに臨んだんですか？いや本当に、ホークスに移籍してきて、今日何としても勝ちにつなげるっていう、そういう気持ちだけで、プレーしました。またチームの怪我人が相次ぐ中で、ここ最近はチャンスが増えてきました。どういった思いで臨んでますか？そうですね、本当に怪我人が多くて、チームが苦しい状況なんですけど、本当に自分が、そこに入って、少しでも、勝利に貢献できたらなという思いで、プレーしています。またゲーム前の段階でパリーグは3位チームが3球団並ぶという大混戦ですけれども、ここを抜け出すためには西田選手の活躍も不可欠かと思うんですが、それについてはいかがですか？そうですね、やっぱり、いいプレイヤーが多いホークスの中で、より多くいいものを吸収して、自分の力に変えて、一生でも多く、貢献できるように、日々頑張っていきたいと思います。ユニフォームが変わって何が一番今シーズン変わりましたか？そうですね、やっぱり、上昇軍団と言われるホークスで、何としても1軍に始め入るっていう目標でやってたんですけど、いざ1軍に来るとやっぱり勝たないといけないチームなので、本当にプレッシャーもあるんですけど、思い切って、プレーできるように、皆さんの周りのサポートが本当に素晴らしい球団だと思うんで、自分は、もっと必死に、成長していきたいなという気持ちでやってます。また何よりこの弘前にも今日は多くのホークスファンが詰めかけてくれました。ファンにメッセージをいただけますか？本当に、自分東北本当に第二の故郷と言っても、過言じゃないぐらいの、土地なので、本当に、この東北でプレーできる喜びを今日かみしめながら、プレーしてました。今日は本当にありがとうございました。ホームランを含む2安打の活躍、西田哲郎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。移籍第1号は弘前の地で放ったと、追加点の一発、西田哲郎のヒーローインタビューをお聞きいただきました。そうですね、西田にとってはイーグルスは8年間過ごしたチーム、まあ、そのチーム去年トレードで今年からホークスに移って、そしてイーグルス相手に、ホークス第1号を放ったという今日のホームランでした。